お久しぶり、久しぶり。でも何そんなにやってなかったかな。いつぐらいだろう。でも多分4日ぐらいじゃないかな。ちょっとね数えてないんですけど、最近ちょっとねめっちゃ健康早寝生活だった。4日5日ぐらいかも。こんばんは。なのでね、まあ SNS は更新してたけども配信はお久しぶりということで、あ、そうだそうだ、このなんかおにぎりとかパンのギフトあった。そうだ、これが出始めてからそんなにしてなかったんですよね。健康なおきちゃんが出来上がってる。そう、健康おきぽ、まあ、この配信してない間でもいろいろありまして、おきまい公演がやったりとか、なんかもうドラさんのレッスンが始まったりとか、メンバーと遊んだりとか、なんかねいろいろとね個人的には充実してます。インスタのリール可愛すぎて泣きそう。おお、ありがとう。昨日インスタリール初めて更新したんですよ。見ましたか、初リール。めっちゃ投稿するのに時間かかりました。もうなんか20分ぐらいずっと待ってた。なんかね投げ銭できるようになっててね、投げ銭してくれている方がいらっしゃったんですけど、何人か。私もびっくりして、そんな機能あったんだって感じなんですけど、私あのあれなんですよ。あ、熊田ありがとうございます。のすけさんありがとう。クロワッサンのクマタワーだ、ありがとうございます。今日ね書きたいんだけどね、あれがなくて書くやつが。ちょっとまた今度書かせてください。ありがとうのすけさん、 Thank you。 いや嬉しいね、リール結構頑張った。撮ってくださいっていうのも恥ずかしかったけど、撮ってもらって頑張りました。そう、それでねなんか投げ銭ギフトしてくれてたんだけど、なんか私なんていうの、それを収益化にできる登録みたいなのしてないから投げれるけど別にそんなにあれだから別に大丈夫です、でもありがとう。っていうことをね、入ってこないんだね。いや入ってくるんだけど、なんか手続きがちょっとめんどくさかった。なんかいろいろと、なんか10月までにその手続きをしてたら入ってくるんだろうけど、ちょっとめんどくさそうな手続きだったからちょっと心折れました。すごい、なかなか。なんか勝手に解禁されてたんですよね、とある日から。なんか収益可能になりましたみたいなの出てきて、そんなんあるんだって。私もインスタねまだ始めましてやから分かってないんだよね。でも多分インスタは多分知れてると思うので、まあいいかって思って放置した。まあ別に大丈夫でしょ。わからないけど。でも嬉しかったです、ありがとうございます。そういう機能があるんだなって知りました。多分10月までには頑張って、10月ぐらいまでには頑張って登録しようかなって思います。
金したいぜ。課金したかったらね、もう一番手っ取り早い方法がありますよ。おきちゃんに還元できる一番手っ取り早い方法が、それはね、ファンクラブに入ることです。それはファンクラブに入ることです。それぐらいですかね。現場に遊びに来てくれることです。いつ公開？5月の予定。ちなみにあのひっそりあのまだ告知してないんですけど、ひっそりあの今のファンクラブ更新してます。あとスペサパも今日更新しました。ちょっとね、もうブログ書いたら更新したよって言おうかなって思ったんだけど、一応ねフォトをねいくつか更新してる。よろしくお願いします。沖舞婚の結婚式の写真をいくつかやってます。あ、でかいおにぎりが来た。トマトポさんありがとうございます。でかにぎり、かわいい。あとね、今日はねなんかリア充がねプレゼントを持ってきてくれたんですよ。フランフランのまだ開けてないんですけど、なんかね今日寝てたらね、まあ、寝てたっていうか昼ぐらいまで寝てたんですけど、ピンポン鳴ってね、突然ので、なんて言うんですかね、誰だろうって思って確認しようと思ったんですけど、なんて言うんですかね、なんか部屋の前まで来てたら確認できないシステムなんですよ。ロビーだったらカメラついてるんだけど、で誰か分かんなくて、あ、これ玄関の前まで来てるぞ、誰だって思って、はいって言ったら新井ですって言われて、あら、新井、あ、リア充って思って開けたんですよ。そしたらリア充といちごちゃんと誰だったかな、なんかでも3期生が何人かいて、リア充がプレゼントくれて、ちょっとねまだ開けてないんですよ今日。開けたいと思います。で、後からまあ私寝起きだったんでね、ありがとうって言って、後からマネージャーさんの LINE 見たら、新井が今からプレゼントを渡しに行きますって書いてて、見てなかったからめっちゃびっくりしたけど、え、なんかなんだこれ、あ、これ多分あれだ、お風呂に入れるやつだ。紫のかわいい、え、これお風呂に入れるやつかな、本当に。でもフラワー、バスフラワーって書いてるから多分そうだよね。え、なんかもう紫の入浴剤ありがとう、かわいい、おしゃれ、かわいい、センスよ、プレゼントのセンスがいい、あ、なんだこれ、あ、ハンカチだ、え、なんかすごい私の好みをめっちゃ分かってる、黒だ、しかも嬉しい、すごくない？センスセンス良すぎじゃない？めちゃくちゃいいんだけど、ありがとうリア中。ちなみになんかお手紙まで来てた、拝見します。え、かわいい、
きちゃんが卒業されるの悲しいのでお揃いのハンカチを渡したくて渡してしまいました。え、もしでもおきちゃんなの？え、おきちゃん、やばい、なんかキュートアグレッション湧いてきた。かわいい。あ、これお揃いなんだ、私とリア中。いやーありがとう。これはもうね、一生使う。めっちゃかわいい。私ね、ハンカチ最近集めるの好きなんですよ。え、嬉しい、めちゃくちゃ。素晴らしい、センスが良い。ちょっと久しぶりにお風呂沸かそうと思います。ちょっとめっちゃ可愛くない？これだって、まあ、よかった、この間私ラッシュ行った時に入浴剤買おうとしてたよかった、買わなかったよ。使えるわ。お返しにラッシュでもあげようかな可愛い。あ、梅干しだ。すごい、ありがとうリア中。かわいすぎる。もう本当にすっぴんのパジャマで出て申し訳なかったし、しかももうなんか3人ぐらいもうねやっぱ3期生がいると恥ずかしくてね、すぐ退散しちゃったんだけど、ちょっとはず寝起きだったから、ちょっと改めて後日お礼をしたいと思います。いや嬉しい。なんか娘みたいや娘の気持ち、ひー、なんか可愛すぎて胸が痛いです。ググ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 って感じ。母性湧いてる。え、うん、めっちゃ母性湧いてる。なんか母性湧くと同時に、私なんかちっちゃい子猫とか可愛い子猫見たらなんかもうギューってしたくなるんですよ。しないけど、なんかギューってしたくなるんですよ。でそれと同じ気持ち今湧いてて、なんかもうリア中のこと今かっこくてギューってしたい。私の特殊な気持ちが出てきた。かわいい。キュートアグレッションが湧いてきました。いやー嬉しい。しかもちゃんと色考えてくれてるよね、絶対。幸せです。ありがとうリア中最高やね最近はね、最近はっていうか今日やってたことはね、あのね、ちょっとね、アマゾンとか、まあアマゾン以外のもので、ちょっと金額別に欲しいものを調べてて、自分の欲しいもので、なんか安いのが意外に難しくて、安いっていうか1500円分の欲しいものを探すのがめっちゃ難しくて、なんかね、一番ね大変だった。なんかね、いいなって思ったら900円ぐらいだったり、いいなって思ったら2000円ぐらい分ぐらいだったり、
なんかね、調子がないんだよね。で、今さっきまでもう本当にギリギリまで見てて、なんかお香立てがまあちょっとあんまり好みじゃないお香立てが1500円、可愛い好みのお香立てが900円、すごいね、迷います。 STU チャンネル呼ばれる前提、そうだよ、呼ばれる前提でもう考えてるからねそうだよ、何を言ってるんだ、呼ばれると信じてもう決めておかなきゃ、時間かけて決めなきゃダメだろもう頑張って決めてるんだよ。お香とプラスで1500円、いやお香なめっちゃあるんですよね、家にお香めっちゃあるのよ。それでね、今日はね、あのやってたどれにしようかなこれにしようかな、大丈夫大丈夫、ただの自分の趣味で選んでるだけだから、別に圧をかけているわけでもなんでもないです。ただただね、自分がね、金額別になんか欲しいもの、今の自分だったらなんだろうってこうやってるんですよ3万設定は4万くらいまでいけるってさやかりんが実証した。え、3万ちょうどじゃなくていいってこと？3万9000円でもいいってことですか？それはそうなると話は変わってくるよそうなると変わってくるよ。ちなみに私が3万円以内で欲しいものを探してこれかなって思ったのが2万9000円のドレッサーだったんですけど、今日サラピに会って、いやドレッサーが欲しいよねって言ったら、いらんだろってめっちゃ言われて、ドレッサーで化粧するんかみたいな、せんやろって言われて、考えてみたんですよ、私がこうドレッサーに向かってこうやってお化粧してる姿を。確かに今もドレッサー代わりのデスクとチェアがあるんですけど、確かにそこで化粧したことはなく確かにそこで化粧したことはなくて、それは今もうなんか物置みたいになってるんですね。でそう考えるともしかしたら使わないのかもしれないって思ってまた考え直し始めた。で決めました。私の欲しいもの、金額別欲しいもの決めました。さっきね決めました。もうこれをSTU チャンネルに持ってくから、私は持ってくから、もうやってほしいからね、持ってくよ。持ち込み企画だよ自主提案、そうだよ。みんなはね来たかもしれないけど、私は持ってくからね。まだ発表しないで当ててやる、いいよ。でもね今の私だからね当てれるかな。じゃあまず、まあ、STU チャンネルの方式にのっとって、まず3万円ブロックね、3万円はちょっと迷いきれなくて2つに絞ってる、2つに絞り中。ピピ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 、ドライヤーじゃない、ドライヤーはもう買っちゃったのよね自分で。コスメ、でもね3万のコスメって結構あんまないよ。
外とそこまで高くないと思う。ヘアアイロン、いやアイロンはそんな、私はサロニアで十分。掃除機、おー掃除機ね、違います。ヘッドホン、ヘッドホンはねアップルのが欲しいからね5万足りんかった。残念。はい、ここで終了とさせていただきます。いや家電とかが多かったですね、電化製品系が。私はですね3万円でもし欲しいものがあるとしたら、はい、ですねまず1個、ちょ、って言わないでくださいね、これあの、って言わないでほしい。って言わないでくださいね、あの、じゃ皆さんからしたらもしかしたらって思うかもしれないけど、一回って思わないでほしい。ね、フランフランの鏡が2万何ぼぐらいなんですけど、フランフランの鏡です。これね、めっちゃ可愛いんですよ。本当に違うんですよ、ちゃんと見てほしい。なんかもうめっちゃキラッキラの、あの女優ミラー付きの、もう私が絶対欲しいって思ってたけど高いって思ってた鏡があるんですよ。まずそれね、一個ね。でもう一個が、あの一人用のソファで迷ってる。電球いっぱいのやつ、電球いっぱいのやつじゃなくて、なんかキラキラのすごい、もうめちゃくちゃくちゃキラキラの鏡があるんですよ。その2つで迷い中です。はい。でも本当はドレッサーが欲しかったです。本当はドレッサーが欲しかった。もうでもね、本当に欲しすぎたらもう自分で買おう。はい、次は1万円ブロック。何にしたっけ、忘れちゃった。なんかもういっぱいに見すぎて何が何だか忘れちゃったな。何にしたっけな。まあいっか、もしね本当に呼ばれたらね、本当に呼ばれたら皆さんも分かるもんね。まあ呼ばれることを祈って。メイクブラシ、メイクブラシか、メイクブラシな、メイクブラシか、なんか今あるものはもういいかなって感じます。コスメももう結構大量にあるから、そんなに惹かれない。私が今惹かれてるのは、あのもうとにかく新しい家に持っていくものだけ。新しい家に持っていくインテリアとか惹かれてます。じりじりやばい、わかった。充電なくなったらごめんなさいね。ちょっと切れたら申し訳ないんですけど、
ャンドル使い切った、多分使い切ったかな、わかんない、まだあるかも。次の部屋のコンセプトは、次の部屋のコンセプト、コンセプトか、難しいな、なんかあるよね、いろいろ、北欧風とかなんだろうな。でもグレーと白で統一したいなって思ってます。今が茶色と白なんで、ちょっともう木の温かみはもう飽きちゃった。わん、おにぎりのタワーありがとう。クマ50代独身さん、いつもありがとうございます。すごい、おにぎりとパンが揃った。ありがとう、クマタワー、嬉しいです、サンキュー。何握りだろう。ありがとうございます。またよろしく。なんかお腹空いてくるラインナップですね。見てたらお腹すく。ご飯食べてないの、サラピとご飯食べました。今日はなんか突然誘われたので、もうすっぴんだったのでね、写真は撮ってないんですけど。でもちょっと食べるの早かったから、7時とかに食べたからお腹空くかなって思ったり。なので一応コンビニ寄ってきました。お寿司かな、お寿司です、正解。コンビニ寄っちゃいました、たこ焼き買った。でもね、なるべくお腹すく前に寝ようと思う。残り10日だから節約解禁、節約、うん、でもなんか最近なんかね、一日一食でなんかドーンって食べてるから、あんまりね、なんか一日で見たらそんなにお金使ってない。なんかあんまお腹空いてなくて、一日でドーンって感じ、うん、ですね。なんかレッスンとかしてたら時間が経つのが早くて、言い訳、厳しい、そんな。そんなにですよ、でも本当に。最近はね、いい感じです、安心してください。いいものになりそう、いやまだ始まったばっかりだからね、ちょっと詰めてかないとって感じ。昨日初めてレッスン、ドラさんコンサート始まったから、ちょっとね頑張らないと、自主練とかいっぱいしようかなって思ってます。しようかなっていうか、しなきゃなって感じ。頑張ります。今日も配信終わったら
踊りたいと思います。ドラさんコンサートはメンバーで瀬戸で決めたの？ほぼ私が決めました。でも舞ちゃんにこれは違うって言われたやつとかは変えてなんか結構だから一応反映はしてるけどだいぶ私のあれが入ってる。ドラさんコンサートは私の意見がほぼというか9割ぐらいは反映されてます。そう、ラストコンサートだから。もともとなんか自分の卒コンだったんですね、本当は。名前が沖優香卒業コンサートだったけど、なんか卒コンだったらなんかすごい悲しい日になりそうじゃないですか卒業コンサート1日に2回もあるってなったら。だから名前どうするってなった時に、じゃあドラさんコンサート3人出演だしって思ってドラさんコンサートになりました。でも名目が一応そうだったので、自分がその瀬戸利を決める権限をねもらったって感じですね。まあ確かに自分に卒業コンサートはなんか似合わないなって思います、自分でも。まあなのでセレモニーぐらいがちょうどいいちょうどいいかも。なので楽しみにしていてください。おばあちゃんからソラハ泣いてそう。いやどうなんだろうソラハどうだろう。でもソラハなんか言ってた、なんかダンスの先生シナノ、ここはなんかシナノが一番踊ってねみたいな言われた時、なんかソラハ泣いてるかもしれませんけど大丈夫ですかってすごい早口で言っててソラハ多分泣いてると思うんですけど、これ大丈夫ですかソラハでみたいなおすごい早口で、そしたらもうダンスの先生も、おーじゃあまあそうかみたいな何の会話、どんな会話と思って、なんか誰も何も言ってなかったけどちょっとじわじわ来た。突っ込むほどではないけどみたいな、じわじわですでもあと10日か、なんか意外に早くてびっくりしました結構まだあると思ってたけど、意外と4月ももう10日も経ってしまった。早いね。まだチケット受付中ですのでぜひお待ちしてます。4月早いね。早い、本当に早い。毎晩泣いてます。嘘君は泣かなくてもいいだろう、だって卒業後も会うんだから3人とも泣いてファンに歌わせる作戦立てよう。嘘、じゃあもう皆さんは歌詞を予習してこないとですね。ぜひよろしくお願いします5期ぐらいで戻ってきて。5期いつ出るかな、20代のうちだったらいいかも、戻ってくるかも。なるべく早めになるべく早めに。会える回数が減るのかな、寂しい。え、会いに来てよ、会いに来ればいいじゃん、待ってます。そんな全然会いに来てよ
みんな。全然私はそんな引退するわけじゃないので会いに来てください。会いに行けるイベントあるの、6月にあるよ。ちょっとリップ塗りたいな、色味が。足りてない気がする。けどリップどこいたっけな、まあ、いっか。まだね、解禁してないので言えないけど、6月に会えるイベントみたいなの計画したいなって思ってます。イベントみたいな、あと舞台もあります。お待ちしてます頑張るぜ。嬉しい、本当待ってる。ぜひぜひ。6月行く予定です。おお、なんかね、まだわかんないんだけど、まあでもメールで前にお伝えした日程のどっちかになるかなって感じですね。かな。まあでも今よりなんか、なんだろう、いろいろとできることは多分広がるので、うん、もっとね、楽しい活動をしていきたいなって思います。継続的にイベントあるといいな。継続的にしたいね、確かに。その予定まだ決まってないけどその予定です明日の FM 岡山の告知を、ああ明日、そう、 FM 岡山さんのラジオになんか出演というか、この間の沖前公演、岡山のを FM 岡山さんが見に来てくださってて、なんかその沖前公演についてのインタビューが放送されます、朝なので、あの、私がスタジオに行くとかではないんですけど、沖前公演終わった直後の私の声が出ます。9時11分から、あ、9時11分かららしい。うん。またツイッターの方で告知します。FM 岡山、チェックチェック。ラジコで聞きます。うん、ありがとう。うん、アニメイトのパネルの件はもう大丈夫。いや、まだ全然大丈夫じゃない。行かないといけないわ。そう、アニメイトのサインめっちゃせかされてる。でもね、なんか時間が難しいんだよね。なんか勝手に行ってさ、勝手に書いたらさ、不審者扱いされちゃうからさ、事前にちゃんとお伝えしないといけないんだけど、もうね、レッスンスケジュールとかがありすぎて明日もパンパンなのですよだからね、行きたいんよ本当に。
いやそれ勝手に行ってさ、勝手にサインしてきていいならもう隙間時間に行くんだけどさ、そういうわけにもいかないから困ってるんだよね。もう勝手にペン持って行こうかな。でもそれだとね、なんか捕まってしまうから、そうなんです。髪切った、髪は切ってないけどちょっと前髪をすきました。前にちょっとドラさんのコンサートまでには描きたいと思います。さすがに私でも初日に行ったんだけどな、アニメイトっていうね、この愚痴をね未だに言ってるっていうね、初日に行ったんだけどな、私見に行ってないわけじゃないんだけどな、たのにその時は書く文化がなかったから書いてなかったのに、いつからもう今度から一番を目指さないようにしようフォーマットができてから行くようにしようっていうね、私のこの愚痴をねみんなに言ってるアニメイトの初日に行った話5回ぐらい聞いた。そう、5回、もうメンバーにもめっちゃ言ってる。私初日に行ったんだけどなってウキちゃん早く書きに行きなよって言った、ね、書きには行きますよ、行くよ、行くけどね私初日に行ったんだよ、初日に行って宣伝したんやけどずっと言ってる、毎日毎日。でもその時はね、なんかそんな文化がまだなかったから書いてなかった。マイカー前に書きに行けたら一番いいね。うん。行けたら行きたい。うきちゃんは卒業して最初にしたいことは何なの？卒業して最初にしたいこと？実家に帰ることかな。もう帰ってなさすぎるので。ぐらいかな。最初にしたいこと、実家に帰るくらいかな。メンバーと遊ぶとかもあるけど、ですかね。でもそんなすぐには帰らないかも。マイカーは卒業公演なのかな。いや全然通常公演です。卒業公演はやらないので、なんか別に私が特別に曲をやったりするってことはないです。普通のマイカーの通常公演になってます。そう、メンバーがちょっと変わるかな。昼ゆなゆなで夜パセリです。私は2公演出演するんですけど、マイカー公演見るの初めてだから楽しい。おー嬉しい、久しぶりのマイカー公演なんですよ、うん、頑張ります。またココアさんもラストかな、まあ、5月にあればあるだろうけど、多分ないかもしれないんで、やるかどうなんだろう。誰かが私のポジション覚えたら5月もあるかもしれないけど、忙しいだろうね5月は。なので一応最後の気持ちで多分やるかな。ツアー始まる。そうなんよね、他のみんなはツアーがあるから大変だと思います。うん、ひなさんのコンサートもあるし、みんな多分ね、みちさんのもあったから覚えること続きだと
思うけど大変や。もう頑張れって気持ちでいっぱいです。ファイツ。私はねとりあえずはもう20日のコンサート、もう全力で頑張ろうかなって思います。でもあの周年のツアーは見に行きたいんだよね。だから行こうかなって本当に思ってて、行きたいなって思ってます。ツアーゲストで出たりして、あまあちょっとねまあ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 いろいろね匂わせておくと、まあまあ実はね、まあでもちょっとやめときます。まあ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 。まあいろいろ実はね。ごめん嘘です。嘘ですよ。そんな私が情報解禁したらやばいよ。コンプライアンスのかけらもない。でも見に行ってみてくださいぜひ。私はいないけど多分素敵なツアーだと思いますよ。ツアーは広島に行きます。おお、感想を教えてください。もう17分か、早いな。ココアの最後を見届けに行きます。ああ、ココアさんもねツアーが最後だもんね。すごいよね。だって卒業じゃないんだよ。だってマレーシアで卒業するんだよ。卒業するときはもうすごいよね。なんか卒業公演さマレーシアでやるって考えれんよね。まあまだやらしないだろうけど、何年後かとかにね、もしかしたら。だからスピーチもマレーシア語なのかなって思ったら不思議な感じ。こんばんは、こんばんは。戻ってくるかもしれないから。戻ってくるかな、どうなんだろう。移籍解除とかあるのかな。なんか移籍ってめっちゃ、移籍は完全に向こうのイメージがあった。まあそっか、帰ってくる場合もあるのか。でもなんかココアさんはめっちゃ覚悟決まってそうなイメージあるな勝手な想像ですが、楽しみだね。マレーシア語で STU の曲カバーしてほしいな。失礼します。レモンチ。
なんか話そうと思ってたことあるんだけど、この何日かで。すぐ忘れちゃうんだよな。みちゅさんサイン変えたらしい。うん、なんか前まだみちゅさんが STU 卒業してない時に見せてもらったよ。みつきみたいな感じのサインですよね。感じだったかな、忘れちゃった。この間みちゅさんと会いました、そういえば。うん、葵さんとみちさんと3人で、まあピザ食べたりとかカフェ行ったりとか、いろいろお花見もしたりとか、まあ、結構いろいろもうずっと本当に長い時間一緒にいたんですけど、占い行ったんですよ3人で。でも3人同じ部屋で占ってもらって、すごくて、なんか何にも言ってないのに、なんか生年月日の何だったっけな、市中なんとか占いだったんですけど、市中なんとかなんとか占いだったんですけど、なんかみちさんに、あなたはリーダー体質でしょって言われてて、みたいな、すごいって感じだった。市中水明、あ、市中水明っていうのかな、なんかそんな感じの、なんか生年月日で占うやつだったんですけど、生まれた時間とかで、なんか葵さんとかも当てられてて、私はね、あなたはなんか裏の方がいい人でしょって言われた。なんか表より、なんか裏表人間あるけど、あなたは表より裏の方がいい人よって言われて、なんかあんまりしっくりこなかったんだけど、なんか葵さんはわかるかもって言ってたそうなんかなって、ちょっと自分じゃよくわからなかったなんかいろいろ仕事のこととか聞いてみましたけど、 何言われたか忘れちゃったでもなんか1年最初の1年は辛いこととかもいろいろあると思うけど、1年我慢さえしたらあとは大丈夫って言われました。その1年で何もやめちゃ、何か、何もかも逃げちゃダメみたいな言われましたね。めっちゃその1年怖いやんと思ったけど、まあ1年は頑張るつもりだったし、もともと頑張るかって感じ。諦めないでまあやみきさんかな頑張ります。そうなんですよでも確かにこう新しいね世界に行くから、まあなんか当たってそうではある気もするよなって思いました。本当かどうかはわかんないけど、あんまり占いを信じる方ではないから。でもね、15分しかやってないからね、あんま聞けなかったんですよね。てか忘れ、よくわかんない、忘れちゃった。まあでもそれだけ覚えてて、それだけ覚えてて。まあ、ちょっとその言葉を信じてみようかなって思います。信じてみよう。うん、信じてみたいと思う。みなみさんとの先輩後輩のねじれ現象を起こすけどどうするの？
どうするのってどうするんですか芸能界は入った場所っていうよりかはそこに入った時間が早いか遅いかなんで全然変わんないですね。1年早いんで南さんの方が先輩ですよ。変わらずに。同じ事務所、そう、同じ事務所です。ディープスキル。事務所の先輩、まあね。まあね、事務所はね、1、2ヶ月ぐらい先輩かな。まあね。そうだよ。みなみさんに言っとこう。みなみさん、私2ヶ月先輩よ、みなみさん。なんか殴られそうやなちょっと殴られる未来が見えるんでやめとこう。一応ね、みなみさんとは、みなみさん LINE してますよ。公演以来会ってはないんですけど、卒業公演以来会ってはないんですけど、今んとこね LINE はずっとしてます。あの STU チャンネルのやつも聞いてきた、どういう内容か何もらいましたかみなみさん。いろいろね、ちゃんとリサーチ済みですよ。そうだよ。ミーヒンが逆に沖先輩って言ってきそう。言ってくるかな。言ってきたとしたらもうバカにしてくる、してる時だよねそれは多分それは多分バカにしてる時だよね。まあでも嬉しかったですよ。同じ事務所はねびっくり。まあなんかちょっとチラッて聞いてたから全く知らなかったわけではないけど、なんかね一緒にイベントとかできたら楽しそうだなって思います。知ってる人がいるだけで安心感増す。そうね、マネージャーさんとか一緒じゃないのかな。かぶってる人もいるかなって感じ。別に、まだ私もそんなに事務所の人とは本当に数回しか一緒にお仕事したことないので、まだ自分もね初心者です。でもすごいよくしてくれてますもん、本当に何から何まで。結構やっぱ STU とは、まあ当たり前だけど全然違うんだなって思うことも多い。STU とかはなんだろう、アーシャとか雑誌に出る写真とかも全部もう決まったやつしか、もう全部がレタッチも終わって、もうなんか写真の選別も終わったやつしか見たことがなかったけど、もうこっちのディープスキルは全部一旦撮ったやつ全部送られてきて自分で選ばせてくれたりとか、なんか結構自分で決めることが多いかも、いろいろと。でも難しい、なんか自分に撮っていい写真って人から見たら良くないのかなって思ったりもするアーシャどうしても嫌な場合はどうするんやろ。 STU アーシャどうしても嫌な場合はもう直談判しに行く。なんでこれなんですかって本当になんでこれなんですか。でもね難しい、変わんない場合が多いどうだろう。でもね多分今年はもうちょっと緩くなると思うけどね。写真が悪いわけじゃないんですよレタッチがね、
ザ黒髪になるのが好きじゃなくて、自分はめっちゃもう言いに行ったりしたこともあったけど、もう諦めましたね。私は髪がなんか茶髪気味なんですよ、光とかに当たったら。赤い要素が結構あるタイプ、赤みが強いタイプなんですよ。だからなんか外で撮ったらね、まあ、外で撮るじゃないですか大体。だから外で撮ったら赤く映るんですよね、髪が、ここら辺が。だからもうそれがもう真っ暗になるんですよ、真っ暗に。それが好きじゃなくて、いやでも今回はね、もうね、写真撮られた時に赤みをなくそうって思って、多分皆さん気づいてないと思うんですけど、先月じゃないわ、今月の初めぐらいにブルーブラックに染めたんですよ。でブルーブラックにしたら赤みが消えるんですよ、全部髪の毛の赤い部分が全部消えて、全部寒色になるんですよ。なので多分ね、まだ DMM 確認してないんですけど、公園とかで見たら多分黒いと思うんだよね。うん、わかんない、あのトーンが低いからそんなにあれだと思うんですけど、まあでも卒業もあるし、自分はなんか赤みが残ってるのが好きじゃなかったから、これでもっとねなかったらいいなって思う。分かった、嘘、分かった。エイプリルフール、あ、エイプリルフールの写真は加工したやつだけど、エイプリルフールの写真はあれは加工したやつだけど、まあでもその次の日とかだよね多分。だからね、多分だいぶ、ま、もう2週間1週間経ってるけど、だいぶ黒いままだと思う、赤みが出てないと思います、おそらく。そう、なんかたまにさ、髪染めたみたいな聞かれるじゃないですか。でもそれって私染めてなくて、ただ傷んでるだけだったんですよ。だからなんか、あ、傷んでる風に見えるんだなって思ってたので、まあ赤みが消えてよかったかなとは思います。そうなんですよ。なんでセレモニーでも、セレモニーっていうかコンサートとかでも多分真っ黒になってると思う。でもね、本当に、ね、気づかなくて当たり前だと思う。本当にメンバーにも気づかれなかった。ソラハにだけ唯一なんか染めたって言われて、え、なんで気づいたのって言ったら、赤くないねんって言われて、え、すごいなって思って、よく人のこと見てるなって思ったけど、本当にね、全然他の人にはね一人も気づかれなかった。びっくりした、ソラハすごいなって思いましたね。私別に色が変わったわけじゃないから言わなくていいやと思って言ってなかったんやけど。そうなんですよ。ソラハちゃんモテるな。ねえ、モテそうですよね、これは。でも多分公演とか見た、その公演とかフェスとか見た人は多分わからないぐらいのレベルだと思うんですけどね、どうだろう。うん、でも多分ね、ライト当たってもね赤く映るってことがないと思う。それがねちょっと嬉しい。なんか地味にね、なんかコンプレックスほどでもないけどちょっと気になる部分だったので、まあ、改善されてよかったです。ちょっと髪が若干キシキシになった。全く気づいてません。
でも気づかないと思う。うん、自分でも分かんないもん。本当にって感じだったけど、確かに室内で見る色が外で見ても同じ色って、なんか外で見たらいつも赤茶みたいな感じだったんだけど、全然同じ色って感じでメイクがしやすいです。メイクがしやすいです。でもね、髪がキシキシになった。トリートメントしても。やばい、あともうちょっとしたら終わるね。みきちゃんお疲れ、お疲れ。お疲れ。明日はメンバーが私の、あの家具を取りに来るので、ちょっと部屋を片付けようかなって思います。この後片付けなきゃだ。黒染め一回やったけどマジで漆黒になった。黒染めね、私も高校生の時したことあるんですけど、あれ困るよね、真っ黒になるよね、ノリみたいになるから、もうやらないと思う。黒染めは多分。家具をそう里子に出したいと思います。今日ね、朝ね、ちょっとめっちゃ久しぶりに七並べした。そしたらね、置きポスタンプ持ってる他の推しメンカードにしてる人に当たってびっくりした。他の推しメンカード使っててさ、置きポのスタンプ持つことあるんだと思って。置きポのスタンプの使いどころって私と当たった時ぐらいなのにさ、すごいなと思ってびっくり。ちょっとね、200位ぐらいまで上がったんでね、またちょっとあのやりたいと思います。ガチャ引いた、え、引いたけどね、もうコインがね本当にあり余りすぎてて、もうゼロにするには難しいぐらい引かないといけないかも。めっちゃ引いた。じゃあまた七並べするだけ次は言いますね。ちょっと朝早すぎて恥ずかしくて言えなかった。なんかこんな朝から七並べしてるなんてイベントやんって思われそうでちょっと言わなかったんやけど、ちょっと暇だったんでしてました、朝。うん、コインねめっちゃやってた。本当にガチャは本当に何回も回した。今そうメモリアルガチャ引ける、今ね多分ね200何位とかだった気がする。今日の朝結構ね、最初300位ぐらいスタートだったからね、結構抜かしたんだけど。どのぐらいの朝、いやでもそれはね今日の起きた朝だからね、明日の起きる朝はまた別よ。隙間時間にやってることが多いからね、またなんかインスタとかツイッターとかでするときは告知するね。うん、でも七並べとかさできないのかね、今月中。みなみさんとかやってないのかな、やれないか、やれないか。やれたらね、7月中までやれたらラッキーだなって思うけど、さすがにやれないか、七並べもあれか。でもコンサート終わりはまだね、まだね、夜まで来ないとやりそう。4月20日中はやりそうではあるけど。なるべくね、ちょっと皆さんのね称号をね上に上げたいと思います。頑張って
引き上げたいと思います。任してください。私は一生荒くれキッズが大好きなんだけど、称号ね。いやー40分だ、早い。オキポで登場、オキポって名前でやってます40分だ、今日が終わる。4月11日か。早いね、ねえ早いね。明日も頑張ろう。この間でそういえばインスタ始めて2ヶ月経ってた。ありがとうございます。金曜ロードショー、金曜ロードショーでコナンは見ます。とりあえず根性のフィストは見ようかな。あっち、舞ちゃんと一緒に見たいんだよねコナン。舞ちゃん本当にさ、コナン知らないからさ。でも根性のフィストを一回一緒に見たことがあって、面白いって言ってたんで見たいな。なんかさ、私のインスタの投稿をね、なんか一つの投稿だけインプレッション数がめっちゃバグってるぐらい多くて、なんか調べれるんですよ、そういうなんか内訳みたいなので。なんでこんなにインプレッション数めっちゃやばいんだろうと思ったら、なんか多分ハッシュタグかなんかのおすすめかなんかに出たのかわかんないけど、海外の人からめっちゃフォローされてて、で私ね、ハッシュタグにね、ジャパニーズガールってつけてたんですよジャパニーズガールって。そしたらその多分ジャパニーズガールで検索してる外国人がいるのかな、なんかピッとしてて、ね、全部につけてるんですけど、ジャパニーズガールはね、ちゃんと。どこの国が多かったの、どこの国が多かったかな、でもアジアだった気がするな。いや、あるんですよジャパニーズガール、すごいね、バカにされるけどね、あるんよハッシュタグ。じゃあ私もね、メンバーがつけてるからつけ始めたの、ジャパニーズガール。ジャパニーズガール1億個ぐらいね投稿されてるから、ほんと見てみてどっかの海外の人にねたまに当たるの、うん、ゆらちゃんずっと下着の中国語つけてる。ゆらちゃん確かに韓国とか中国とか台湾とかなんかいろんな言葉つけてるけど、でも意味わかってるのかな本当に。でも私も意味わかんずに韓国語つけてる時ある。なんかあの韓国ハッシュタグって検索して、なんか出てくるなんか上位のハッシュタグみたいなのの、なんか自撮りみたいな韓国語とかを多分ペーストして載っけてるんだけど、でも本当にそのペーストした単語がちゃんとしてるのかはちょっとわからないでも多分大丈夫だと思うんやけど、とりあえずねジャパニーズガールはねつけてます。インプレゾンビ違うよ、そのインプレッションに当たる時もあるけど全然当たんないよ そう、日本語でつけるのもいいんだけどね、なんかあんま思い浮かばなかった日本語のハッシュタグ。なんで英語と韓国語だったのか今分かった、ね、そう、なんかメンバーに教えてもらったの。なんか海外の人が見るかもしれないからつけといた方がいいよって、だからつけ始めたんですよ。そうそうそう、そういうこと、そういうことでもねコメントはやっぱり日本人ばっかりですね、うん、だからね、なんか初めてあんな海外のフォロワーが増えてびっくりした。買ったんかな自分って思ったけど、買ったことないしなって思って、したらねインプレッション数がなんか1個だけめっちゃ上がってて、これかと思って、そう、なんか初めて SNS を理解しました6年目にしてようやく
今思ったけど卒業まであと10日なんだね。好きやで。リールでももうちょっと短い方が見やすいんだろうなって思ったので、ちょっともうちょっと次は短くします。今日みんな一斉に始めてましたね、 SNS、 インスタグラム、なんか通知来てた、めっちゃパセリとソラハとイケちゃんとリコチノアピとくるくるかな、うん、めっちゃみんな始めてた。さやかりん始めてほしいなけど、まあ確かにインスタをめっちゃ投稿してるさやかりんは想像つかない。私はさやかりんの顔がいつでもどこでも見たいなって思ったけど、リオツ、あそうだ、リオツも投稿してた。リオツ可愛かったね。インスタ希望性、インスタ希望性だと思う、うん、でもね始めるにあたってね難しいんよ、ここなんかツイッターとどう区別するかをまずなんか分けてからじゃないと始めれないんですよ。私はねなんかもう事務所入ったから、その事務所の個人で作ったから STU 関係なく作っちゃったんだけど、最初にインスタ作りたいって言った時はねそうだったの。だから、まあ、例えばサラピューとかだったらカフェを投稿するからみたいな、チャートリは大体作れるか、インスタメインだけど他のメンバーだったらなんか葵さんとかだったら愛媛とかカメラとか、そういうみちさんだったら習字とか、なんかそういうねコンセプトが大事なのね。だからあソラハの投稿見た瞬間すぐ分かった、あソラハは食べ物で行くんですねって。でも投稿目自分の顔出なかったけど、もうグルメアカウント、ちょっと広島でご飯食べに行くとき参考にしたいと思います。私はねインスタそんなにね、なんか何かを専門に やりたいとかって思ってやったわけではないんですよね。で最近はなんかメンバーとの思い出を後から見返せるようにストーリーにとりあえず載せてハイライトに入れるってのをしてますね。うん、ノーコンセプト、そうね、ノーコンセプト、一覧で見ても調和感じます。うんそーん。うんそーん、嬉しい。最近はそんな何もやってないけど、ちょっと暗めのフェードかけてるぐらい。うん、難しいね。でもインスタ今日サラピと話しててさ、サラピがなんか載せない、なんかストックめっちゃあるみたいな言ってて、インスタね、えでも載せないのって言ったら、うん載せないって言ってて、なんでって言ったら、なんか前の投稿が桜の投稿載せてて、で次ストックはお花畑のストックがあったんですよ。花花で続くからダメって言って、新しいの取ってから載せるって言ってて、こだわりが強い。ストックあるなら載せなよって思っちゃうけど違うんだって。花と花でつながったらダメなんだし、花別のやつ花だったらいいんだって。難しいと思って。でか TikTok もね、なんかこだわり聞いたの、なんか
チャロピが TikTok 始めたんですよ。で自分の顔、カフェ、写真みたいな交互にやってるんだって。リール、カフェ、写真、リール、カフェ、写真の投稿で交互にやってるらしい。みたいな、なんかすごいね、こだわりが強い。私だったら多分やばい、もう投稿するやつない、もうこれでいいや、いっちゃえってなってしまうと思うもうない、今日ないや、もうこれでいいや、ババババババ、可能性ある。全然まひちゃんのインスタもこだわりありそうだよね。いや、あると思う。だってなんか一覧で見た時すごい統一感あるものでもサーヤもね結構ある気がする。難しいですね。もう多分一生慣れることはないんですけど、3ヶ月目も頑張っていきたいと思います。インスタグラム多分慣れないと思うんだけど、まだまだ、頑張ります。ハチワレっぽくなんとかなれって投稿してるんだ。そうだよ。もうやばい、時間ない、もういや、なんとかなれって。メンバーの誕生日とかに投稿するカメコ写真はめっちゃ考えるよ。いやー、ありがとうございます。そうやってね考えてくださってるのに東京で迷子なうってストーリー期待してる。え、なんか怖くない？迷子なうって投稿してさ、後ろ向いたら助けに来たよ、オキちゃんって言われたら、もう映画できるよ。投稿しただけなのに、ストーリーを投稿しただけなのにっていう、ホラー映画作れるよ。助けに来たよ、オキちゃんって、早口で スマホも落としてないのにスマホを落としただけなのにって見たことないんだよね。怖そう。でも恋愛映画じゃないんだ恋愛映画じゃないです、ホラー映画です。助けに来たよ、おきちゃん。実写化です、待望の。見たことないの、見たことない、スマホ落としただけなのに。どういう系、お化け系なんですかね、人系なんですかね。なんか韓国かなんかのなんかリメイクバージョンの予告は見たことあるんですけど、ストーカー系の話、いや私もそうじゃないのかなって思ってるんだけど、怖いよね。私人系の話ちょっと苦手かも。スマホを落としたことはないです、今のところ。イヤホンとかはいっぱいあるけど、今んとここれだけは死守してます。じゃあパスワード変えるから今日教えとく。私のパスワードは、スマホのパスワードは1011です。今日変えたいと思います、ちょっと久しぶりに。でもパスワードってさ、変えた次の日さ、なんか慣れてるからさ、そっち押しちゃいたくなりません？1011、これ何の数字だと思います？私はね、大体ね、推しメンの誕生日とかにするんですけど、前は1031で、あのね、いやヒップ前の推しメンの誕生日にしてたんですけど、1011はですね、これはなんだっけな、めっちゃ前に変えたよね。みーちゃんの誕生日、あ、みなみさん誕生日、これはね、ブルーロックの
潔世一と私の推しのカイザー の, あの背番号の数字を掛け合わせてますね。でもちょっと最近はもう推し面がまた変わってきてるんでちょっと変えようかな。そういうね、だいたいパスワードはね推し面に合わせた数字が多いですね。でも最近あんまりブルルックも見てないのでちょっと何にしようかな。次の推しは、いやだから数字化できる推し、誕生日とかわかるかな。最近ね特になんかを見てるってわけじゃない。リア充の誕生日、あーいいね。でもなんかキモくない私がリア充、リア充の誕生日パスワードにしちゃったとか言ったらさ、ちょっとやばいんじゃない。同じグループにストーカー誕生しちゃうんじゃない。それは避けたいよね、未成年だし。なんか何にしようかな、迷います。マイキューのにしとこう。0404推し、推しだね。迷うね。だいたいね今自分が好きなものをやるとね、なんか歴代のパスワードを思い出すたびにね、こんなにハマってたなって思い出せるんですよ。だから今の自分な、何が好きか全然わかんないな。考えますこの後。じゃあそろそろ団地を読みますか。13位、東京1068さん。12位、白熊さん。11位、マッカさん。10位、エリオさん。9位、トマトポさん。8位、ジェリーさん。7位、ジュンちゃん。6位、虫男さん。5位、テリーピーさん。4位がマグさんでした。13位回まで皆さんありがとうございました。そして3位、コバチョさん。2位、50代独身さん。1位がのすけさんでした。3位から1位まで皆さんありがとうございました。そして、50代独身さん、のすけさん、おにぎりとパンのタワーありがとうございました。ちなみに今日は私は朝にチョコチップスナックパンを食べて、昼に納豆ご飯を食べました。パンとおにぎりです。おやすみなさい。おやすみ。ゆっくり休んでください。おやすみ。今日も一日お疲れ様でした。うん、バイバーイ。また明日配信でお会いしましょう。なるべくできるように頑張ります。もう寝落ちしないようにしよう。ありがとうございました。最近寝落ち祭りでしたから、今日久しぶりに配信できてよかったです。バイバーイ。おやすみ。よく寝てね。寝まーす。ありがとうございました。また会おうや。うん、会おうね。バイバーイ。おやすみ。夢で会いましょう。